あの村の者たちが店を出すとは、随分と心境の変化があったものだな。変化したのは本当に心境なのか、私には信じられん。里帰りですね、カイネさん。里？私にとってあの村は…カイネ、心配するな。俺たちも守るから。守るなんて言葉は自分のケツの穴拭いてから言え。何をし、あれ、ユアの名も、俺たちポポルさんの村から来ました。もうダメだ。手紙の件についてお話を聞きたいんです。この村はおしまいだ。こういう陰気な輩であったな。村長、だってあなたが手紙を出してくれたんですよね。知らない、手紙など知らない。どういうことだ。他の者に聞いてみた方が早そうだな。村の者に聞き込みをしてみよう。村はもうおしまい。
な。恐ろしい。お前たちも。手紙を出した人聞いたことないね。手紙？手紙？知らないな。もう閉じこもっているのは。手紙か。聞いたことあるような。知ってるのか？ないような。どっちなのだ。ところであんたはカイネさんの友達かい？そうだ。噂には聞いてるよ。魔物狩りをしているんだって。しかりこの村の魔物も全滅できるものならしておきたいところだが。そうか。全滅。全滅。全滅。分かっておる。魔物だ。罠か。見ろ、我の危惧した通りだ。魔物に乗っ取られていたのか。帰りが遅いから迎えに来たぞ。すまぬ、祭りになってしまったものでな。私も参加させてもらおう。カイネさんの村の人たち、魔物に乗っ取られてます。でも全員じゃない。人間も混じってる。お姉ちゃん、お姉ちゃん。魔物になってるんだぞ。魔物だろうが何だろうが、僕の優しい姉さんだ。カイネ、やめろ。
やめるのだ。俺たちの平和を邪魔するな。で村人が襲われた。お前たちさえいなければ全部うまくいってたんだ。カイネ、エミール、カイネを頼んだ。俺はあっちを片付ける。わかりました。この村は終わった。魔物だというのか。村人たちが巻き込まれたんだ。いや、嫌です。このままじゃ僕たち村のみんなを。そんなの嫌だ。
部中心から何かを感じるぞ。合体した魔物の力、この式の魔法難幕ごときで臆するでない。ひるんだら負けだぞ。この目の中心から魔力を感じるぞ。倒すことはできぬぞ。
つの中心に魔力を集中させよ。集まっておるぞ。高い場所から攻撃せよ。僕がこいつを釘付けにします。エミール、エミール、ここは僕が食い止めます。今なら あいつを後ろから狙うことができるはずです。回り込んで倒してください。ここはエミールに任せて、奴の後ろに回り込むぞ。下からでは狙え、もっと近づくのだ。奴の目を狙え。あまり無理をするな。くそ、あれだけの攻撃でまだ動けるのか。大した奴の生命力は侮れぬということだ。分かった。
おい、もうやめろ、エミール。エミール。いいな、エミールはおらぬ。ここにあるは最強兵器の本能のみ。俺たちを救ってくれたじゃないか。エミールがいなければ俺たちは死んでたよ。ありがとう。でも僕いいんだ。もう振り向くな。とにかくこの村からは出よう。